スズメバチは出ているね。もしかしたらもういるかもな、クワガタ。コクワぐらいか、いたとしても。あ、でも変な虫来てるやん。オオスズメ来た。でかいけど今の時期はまだおとなしいから。これ何、怪我してるの、こいつ怪我してんのか、もしかして飛ばないっす。これ女王蜂じゃないの、これ。でかい、腹がでかい。これ今なら手掴みで捕まえられるけど、捕まえたらやばそうやな。片方の羽がむしられてんのか、これ。喧嘩してなくなってるん、これ。もしかしてこっちの羽なくなってますね、これ。ほら、羽ないか飛べないんだ、こいつ。ジョーパチっぽいな。めちゃめちゃでかい。でも元気がないな、元気がねえ。ほら、おお、これ今なら手づかみいけそうやけど、これ、はい、こういうので掴んで刺されるパターンが一番ダサいね。でもこれもうこのままこれ飛べないとのたれ死ぬよね、こいつ。羽4枚生えてるね、これ。蜂って4枚生えてるうちのこの片方のでかい羽がなくなってる、むしられてるから、これで飛べなくてずっとぐるぐる回ってる、こいつ。方向感覚を失ってる感じやな。凶暴ではあるけど、ほら全然飛ばん。と思ったらクワガタいた、いたいたいた、クワガタいた、歩いてきた。おった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 、歩いてますよ、これ。え、どっから、土の方から歩いてきたよ、向こうの土の方から歩いてきましたね。スズメバチ見てたらクワガタ発見。マジか、モテてるやん。寝起きかな、こいつ。はい、クワガタ見つけました。やっぱまあモテてるね。ほら、コクワです、コクワ。コクワガタ、今年初コクワ、初コクワの個体。パワーは結構あります。もうパワー結構ありますね、これ。もう指にめり込んでますからね、これ。指にめり込んでる、結構痛いぞ、これ。結構パワーあるな、もうパワー、めちゃめちゃパワーある。もう今年初。あー、いて、こいつもね、パワーめっちゃあるわ。こいつもパワーめっちゃあります。離れないっすね、離れん。いてててててて、調子に乗ってやってしまった。めっちゃ痛い。こういう時は片方の指を使って外すんやけど、平田じゃないから、これ平田じゃないから無理やり外せる。あつー、それでも穴が開いちゃった指に。これ注意しないとやばいね。調子に乗ったらやばい。というわけでもう歩いてましたね、初コクワ。まあ今まだコクワやな、コクワ出てきて、でまあ今週中にはもう平田も出るでしょって感じか。おお、怖え。針出してきたな、これ。やばい、針出してきますね、こいつ。危険ですね。女王蜂でかいな、やっぱり。女王蜂じゃないのかな、これ。戦うか。おっ、おっと、どうなる。甲虫に喧嘩をふっかけるものの、勝負にはならんな、やっぱり。コクワをとりあえず。というわけで1匹目、今年1匹目、2021年初クワガタ。まあこれ逃がしますね。うお、蜂が。
ポイッと。とこの鉢やけど、ここ置いてたらこれ子供通って危ないから、一応端に置けとこうか。ガキンチョさあって危ないこれ。この樹液のあるとこに置いといてやろう。まあ、どっちみちこの羽、どっちみちこれ飛べなかったらもう終わりやけどな、鉢って。もうダメだこいつ、ぐるぐる回ってますね。方向感覚が狂ってる。飛ぼうとしてるが、飛ぼうとしてるが、あ、でもちょっとなんか、ちょっとなんかマシか。でもまあ無理っぽいなって感じですね。